おはようございます。釣り子 TV です。いよいよね、釣り具屋さんにこんなものが、シマノの2021年の総合カタログですね。いやー、こういうのを見るとね、本当なんだろう、年が明けたなというか、新しいシーズンが始まったななんていう、感触があるんですけども、先日ね、オンライン上で釣りフェスティバル2021っていうことでね、いろいろな新製品の発表があったと思いますけども、でね、動画でのコンテンツなんかもね、非常にいっぱいあって、そんなのを見ながらね、週末を楽しく過ごしたりしていたんですが、やっぱり気になるのはね、こういうカタログでね、どんなスペックなんだろうとかね、どういう値段帯なんだろうななんていうのがね、分かると、なおね、いいなっていうことで、早速ね、これ一つ手に入れてきたので見ていきたいと思います。いやー、ちょっとね、開けていってますかね。じゃじゃーん。輝く水面の先には自分だけの夢や憧れが潜んでいる。思いは不変のままに、風が変わる、流れが変わる、追い求めた感動に出会うのは今日かもしれないってことで、ワクワクする、1ページ目ですね。綺麗ですね。はい。で、おー、こうなってくるわけですね。ギアがドーンと出てきましたよ。目指したのは永遠に変わらない巻き心地。さすがシマノって感じのね、ギアといえばっていうね。こういう新しい機構が随所にっていうことで、この後ね、リールのスペックなんかを見ていくと、ここら辺の細かいどういう機能が入っているかなんていうのがね、重要になってくるかなっていうところで、ダダーン！いやー、スピニングから始まりましたね。ツインパワー XD。これが新しいんですね、まずは。ね、ここにありますよ。わー、これはね、すっごいね、待っていた人多いんじゃないかなっていうことで、去年もフィッシングショーなんかでね、シマノブースに行った時、XD シリーズってそういえばどうなったんですかねというか、このツインパワーがあったとして、XD はどうなっちゃったのか、なんていうのをね、聞いてね、その時シマノの方、XD は XD ですよ、みたいな感じで言ってたのがなんか印象としては、記憶の片隅覚えてるんですけど、今年ね、2021年にこうやってね、準備されていたんですね。 XD シリーズがこういう感じで出てきますっていうことで、そんな感じであるんですけど、やっぱベイトリールが気になりますよね。スピニングコーナーがこうつらつらーっとね続いていって、ここら辺もな、気になるな。ストラディックソルトウォーターとかね、ツインパワーのソルトウォーターとか、こういう感じであるんですけども、ベイトリール、ちょっとね、ベイトリール見たいなーって感じで、いや、でも気になるのはいっぱいこうありますけども、ちょっとね、ルアー釣りのファンの方が多い当チャンネルなんで、ここら辺ごめんなさい。投げ釣りのリールとか飛んでいって、いよいよこのベイトリールっぽいね、ページが差し掛かってきましたよー。さあ、ダーン！きたー！アンタレス DC がね、こういう感じでスタンバイしていたんですね。弾道で見せよ、飛びの境地へ挑む、ロープロベイトの期間ということで、ストイックに飛距離を追求するアンタレス GC が最新の技術を結集して生まれ変わりました。立ち上がりが軽く伸びの良い弾道を生み出す MGL スプール3を DC リールとして初めて、採用、精密な制御が可能な 4×8DC ブレーキとの相乗効果で遠投性能にさらなる磨きがかかりました。 S3D スプールサイレントチューンによって回転をスポイルする振動を抑制、マイクロモジュールギア X シップに加えハンドル軸受け部分のベアリングを増やすことにより巻き上げフィールも飛躍的に向上していますということで、結構ねラインナップがローギアから、エキストラハイギアまであって価格がですね、77,000円ほどということですね。どうですか、これは待ちに待っていたリールなんじゃないんですか。まあこれはねやっぱりフィッシングショーで実際にね触ってみてこうクリクリしたかったなーなんていう風に思いますけど、まあねちょっとこういうコロナ禍にあってなかなかねこういう、紙面で見てっていう感じになってきちゃいますけど、どんな巻き心地なのかはたまたどんな投げ心地なのかっていうとこですよね。アンタレス DC が新しく登場しますっていうことで、あとはまあ従来からあるんですねやつですね。スコーピオン DC が出るんですねこれ。転換性スプールでさらなる進化を遂げたフリースタイル DC フリースタイル DC っていうような感じで書いてありますね。さまざまな釣りに対応するフリースタイルベイトリールマグナムライトスプールへアップデートすることで高いキャスト性能を、実現しています。さらに、深溝化してラインキャパシティを上げることにより長所のアジャスト幅を広げました。駆動中空は、パワフルで巻き上げノイズの少ないマイクロモジュールギア DC5 ブレーキは、急にルアーが失速しても瞬時に適切なブレーキ力を得られます。ギア比も、6.2 のノーマルギア 7.4 のハイギアそして 8.5 の、エクストラハイギアもラインナップし、バスをはじめシーバスやロックフィッシュまで楽しめる1台ですということで、海でも行けちゃうんですねこのスコーピオン DC、ね、銀色に赤色いのこの差し色が綺麗な、このリールですけども、価格はですね 37,500 円というふうに書いてありまして、非常にまあ中堅機種の中では買いやすいモデルに DC ブレーキが乗っていて海などでも使えちゃうっていうことでね、これ気になるとこですね。でまあね去年も気になった SLXDC とかまあアンタレスみたいにもこれなんかもう去年のね、結構メインの機種だったんじゃないかなってこと、ここにあるかな、はいはいこんな感じでねあったりして。で、まあいろいろありますけども、ダーンはい個人的にはですねこれ一番ちょっと気になってるかなっていうね、カルカッタコンクエストが新しくなりますよっていうことで、これは丸型リールファンちょっと活目せよって感じじゃないですかね。金属ボディが、もたらす剛性感あふれる巻き心地、新生カルカッタコンクエストはソルト用のベイトリールで評価の高いインフィニティドライブを、バスリールとしては初めて、搭載。回転抵抗が大幅に軽減され巻き上げの感度パワーフィーリングともに大きく向上しました。ボディをロープロ化することによりパーミング性がアップ、低感性のマグナムライトスプール3を、新たに採用しストラクチャーの奥へ低い弾道でルアーを送り込むことが可能ですっていうことで、これねもういきなりギア比あとはサイズ展開もドバドバドバーってね出てきているのでこれは楽しみですね。大概200番が出てからその後100番が出てっていう感じで、あとギア比の展開なんかも年を追ってっていう感じのね進み方が多かった印象のカルカッタがもう一気にねこれだけのラインナップ、ギア比から、右左からサイズからねこういう感じに一気にバン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 ってね、まあ微妙に出る時期はまあ3月発売とか5月発売とかまあ6月発売とかねこうね書いてありますけども、いやそれにしてもね年をまたいでっていう感じじゃないのは非常にありがたいなっていうね。っていうのは例えば最近で言うとこれねカルカッタコンクエストの DC200 ね200を買ったんだけどもその次の年にね例えば100とかが発表されてね、まあ、200は200でね、糸巻き量とかの関係ですごい使いやすいんだけども、なんだったらね、自分はどちらかっていうと手が小さい方だから、最初から100番台が選べるんであれば100番台も欲しかったな、ね、検討したかったな、なんていうことがあるんですけども、今回は比較的もう、なんだろう、発表されてからすぐ自分の欲しかったギア比、欲しかった大きさ、これがね選択できるようになるんじゃないかなっていうのがね非常に楽しみで、あとはですね、まあ非常にこれね一番ね昔のシマノで大好きだったリールなんですけども、カルカッタの、50ね XT とかなんですけども、これに非常に近いぐらい握り心地がさらにコンパクト化、まあロープロ化されたよっていうことみたいですね。実測するとこう2ミリぐらい低くなってくるみたいなのをね、黒田さんの YouTube とかで見たんですけども、これねカルカッタコンクエストの BFS ですね。これがこう100番台ね、前のカルカッタの100番台のボディっていう風には確か聞いているので、これが結構すごいコンパクトでね握り心地良かったんですけども、これよりさらに微妙に小型化されてくるっていうね、じゃあ気になるような手の小さい族には非常に朗報なんじゃないかなということで、ギア比の展開も、すぐに、ハイギアからね軽かった独特ななんていうかローギアまでねいろいろ選ぶことができるんじゃないかなというところで、これはがぜん気になりますよね。カルカッタコンクエストが新しくなりますよっていうところと、あとはここら辺は従来からあるやつですかね。はい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 。いやー、これちょっと予約しようかなと思いますけども。はい。あとね、買おうかなって思うのがこれですね。スコーピオンの MD っていうことです。スコーピオンにね MD ってつくモデルが出てくるんですよね。力と精密さを兼ね揃えた本気のウルトラストロングっていうことで、モンスターとの力勝負を見据えたナイロン20ポンド 160m ストックするストロングベイトリールの登場です。スプールを薄肉化&ナロー化した上、 SVS ブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やすことで、円筒性能と対バックラッシュ性能ともに向上。ビッグベイトをはじめとする空気抵抗の大きいルアーを使用しても安心して振り切れます。 43mm の大ケスプールと 7.9 のエキストラハイギアにより着水直後からクイックなルアー操作が可能。ハンドルは 45mm の標準仕様と 51mm のロング仕様をご用意しましたっていうことで、これはね価格がまあ比較的買いやすいですね。スコーピオンのブランドに見ていくとですね、これ300番台リールっていう感じになるんですかね。スコーピオン MD、 これはねちょっと買うしかないななんていうやつですね。糸巻き量が非常に多いっていうことで、っていうのがP ラインのね6号とかそういったのをがっつり巻いてっていうね、こういう準備っていうのをねジャイアントベイトとかに向けてしておきたいわけなんですが、結構ねシマノだとねそこら辺に強い、番手がねないことはなかったんですけども、シマノでもまあ探せばねそういうねリールあったんですけども、このねスコーピオンっていう買いやすい価格帯で、非常に使い慣れたようなスペックのリールにこの MD っていうね、感じの要素が入ってくるっていうのはね非常にありがたいなっていうことで、そんでもってハイギアっていうのもいいし、具体的に言うとアブのですねビーストロケットっていう機種をね今まで使っているんですけども、まあ去年なんかもそれでねコードネームバスとかで、ジャイアントベイトの釣りやったりしていたんですけども、使ってるね、竿がね自分ねバンタムのなんかねごついやつ投げれるやつ使ってるんですね。まあそれになんかシマノのリールで合わせていきたいよな。でもなかなかあるっちゃあるけどないっちゃないよねって思って、若干困っていたんですけども、そこに来てこのスコーピオン MD っていうのが出るようであれば、これはね1個買ってみて、どんな感じのね、なんだろう、遠心ブレーキのですね SVS のブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やしたことによる投げ心地であるとか、そういったところね非常に気になるのでね、これはねちょっとね、買ってみたいななんていう風に思っている機種ですね。でまあ従来売っているのが並んできて、ここですね SLX の、ベイトフィネスモデル BFS が出るっていうことですね。買いやすい価格の、24,000円って書いてありますけども、この、まあ、デザインもすごいね青い差し色が綺麗でかっこいいこの SLX にBFS が、出てくるということなんですね。ベイトフィネスを身近にするハイコストパフォーマーということで、確かな基本性能でシマノベイトリールの中軸を支える SLX に待望のベイトフィネスモデルが登場しました。制動セクションはベイトフィネス専用に開発した、FTB フィネスチューンドブレーキシステムですね。スプールからブレーキユニットをなくすことで軽量化し、軽量ルアーをストレスなくキャストすることができます。その他の仕様もエクスシップ、エクスエクサイティング、ドラグサウンドなど充実、どなたでもクオリティの高いベイトフィネスゲームをお楽しみいただけますということで、まあこれはねほんと買いやすい 24,000円っていう価格帯で、まあすごいね人気もあるですね SLX シリーズに、ベイトフィネス機が登場っていうことで待ちに待ったっていう感じなんじゃないでしょうかね。はーい、じゃざーん。まあここら辺からちょっと海っぽい、リールになってきますね。そうグラップラーとかね、ここら辺のねやつ、これもスーパーパワフル仕様なこういうのじゃないとなかなかスーパー糸巻き漁ねっていう感じのがなかったんですけど、まあグラップラーでもいいとは思うんですけども、これですねスコーピオン MD ってのが出るんであればスコーピオン MD 買ってみたいなっていうね、こういう感じなんですよね。そうそうそう、太糸をがっつり巻いてっていうと、そうシマノだとグラップラーシリーズっていうのがね、あるんですけどね、まあまあこういう感じでどんどん進んでいきまして、やっぱね海系もいろいろ充実のね両軸リールコーナーここら辺はね、こう海の黒鯛の、やつとかワカサギのやつとかあって、すごいねいろいろありますけども、ちょっとね小物コーナーとかルアーコーナー、竿コーナーなんかもあるはずなんで、使用一覧表とかがあって、あとここら辺が、夢屋のねパーツコーナーってことですね。いろいろなそのスプールですね、まあ、色もいろいろありますけども、カスタムスプールいろいろあるよって、自分のお好みのねラインキャパにしてねみたいな感じで、あって、いいですね。やっぱ総合カタログってね、これ見てるだけで半日ぐらい過ぎますね。ハンドルノブとかね、はあっていう感じで気になる夢屋コーナーが進んでいきまして、はい、夢屋の使用、取り付け一覧表があって、おっと来た釣り竿コーナーですね。これため切れブランクスってここに書いてある。芯から強くなる、ねじれ強度 1.4 倍、潰れ強度 2.5 倍、スパイラル X コア、ね、スパイラル X、まあ、ここら辺がシマノの、竿の機関になるところ。これが次世代のガイド性能とね、ところとかね、3D チタンとかなんかいろいろありますけども、ここら辺のねグリップエンドのねフルカーボンモノコックグリップとかね、こんな形だったっけ、ここら辺進化してるんですかね。気になりますが。ロッドにもいろいろなねこう機能が、ね、その必要に応じて採用されているっていうことですけども、すげえなこれ。ここら辺は、ですね、海の竿から始まりましたね。エクセンス、はい、トラウトロッドのコーナーがあって、あー来ましたね、バンタム。あ、ゾディアスにも結構追加の機種がねいっぱい出てるんですね。ニューっていうことで、人気のゾディアスがよりこう2021年にラインナップが強化されてくるよってところと、これなんだ、あ、エクスプライドか。エクスプライドはニューっていうのが見えないですね。新しい番手は特にね書いてないですね。だ、あ、コンクエストシリーズ、ここら辺も新しい番手がっていうことではないみたいですね。コンクエストシリーズってねバーンって感じで出たけど、あんまりなんかそうなんか印象が自分の中で薄いなって感じですけどね。バスワン XT とかもルアマティックとかも特に新しい機種の追加はなさそうですね。はい、ここか。ポイズンアルティマの5ピース、ポイズンアルティマ5ピースってことで、ベイトとスピニングでね、ポイズンのアルティマシリーズにこう5ピースのね、ロットがいろいろ登場するっていうことで、そのツイダートの長さなんかもいろいろ変わってくるみたいな感じで、パワーも違ってっていう感じで、いやーただね価格がすごいですね。95,000円から97,000円ぐらいしてますね。およそ10万円前後するっていうことで、ツイダートの自重が、あ、でも5ピースなのに 90g とか 102g とかっていうことで、すごいですねこれ。値段もすごいけど、まあスペックもすごいんだろうなっていうことで、10万円前後のマルチピースロッドか。まあちょっと俺は買えないけど、なんかね、気になる人にはたまらない仕様なんじゃないですか。ここら辺か。ポイズングロリアスとか、こうグリップの感じとかが最新のに変わっていろいろ増えてくるよっていうね、こういうことみたいですね。ポイズンアドレナにも追加機種がピッ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 って4つぐらい赤いところが見えますけども、まあポイズングロリアスってところがどんどんこう新しくなってるよ今年は、2021はっていう感じなんですかね。はい、ワールドシャウラーね。ワールドシャウラーはね自分一本も持っていないので何とも語れるっていう感じではないですけども、ハイパワーリフティングスペシャルとかですね、ハイパーロングディスタンススペシャルとか、ロングストロークパワースペシャルとか、マルチパーパスパワースペシャルね、ハイパワーなところが結構追加の番手がね出てきてるのかなっていうことですね。ワールドシャウラが結構ねポッポッポってね新しいねところが増えてきているので、ワールドシャウラファンにはたまらないところなんではないかなね。はい、フリースタイルですね。スコーピオンフリーゲーム、もう何でもござれってね、いろんな魚種に挑戦していこうっていうところが非常にね充実のラインナップになってくるよっていうことなんですね。これなんかちょっと動画で見ましたけども、めちゃくちゃハイパワーそうだね、デザインもちょっと今までのとは違った感じの、シャフトが増えてくるよっていうことなんですね。はい、フリースタイル、はい、この次のページぐらいからがルアーコーナーっぽいですね。ダーン、すごいですね。バンタムのですね、ワールドミノとか、まあ、ワールドポップとかですね、ワールドクランクとか、そこら辺にこうチラチラチラってフラッシュブースト機能のついたねやつががぜん今年は増えてくるんだなっていうところでね、1個ね自分も去年こうなんだろう、フフラッシュブーストのミノを買ってみましたけど、まだね使ってないんですけどね、すごい気になりますからね、早く使ってみたいなっていうところ。ルアーももうだいぶ充実してきましたね、シマノのねこのバンタムシリーズのね、もう基本的な形ラインナップは出て、カラー展開とかそういったところでね今こんなにね、ラインナップが増えてるんですね。もうクランクなんかも各レンジ用とか、あとサイズとかねミノとかもね、だいぶラインナップね、トリプルインパクトなんかもね、これはね持ってますけどね、だいぶ充実のラインナップになってきましたね。はい、まあ、バイブから、まあBT フォースみたいなところまで、はい、いっぱい出てますね。もう今ねカラー展開が、海系のやつがほんと最近は評判いいですよね。このサイレントアサシンとかね買いづらかったりしますもんね。ソルトルアーもね、もうシマノもほんと最近は充実してるんですよね。こうバタ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 ーっとね、いろいろ出てますねって、まあそれはそうだとは思うんですけども、そんなところまでこのカラーの違いまで細かく見れるような感じで、えぎまであって平場まであってっていう、総合カタログですね。この海用のでかいルアーも結構シーバスで使えちゃうやつが多かったりするんで、ね、ちょっとねまたゆっくり見ていこうかななんて思いますが、こうつら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 って見るともうねあっという間にね、最後のページ、はい、まあね総合カタログバーっと見てきましたけども、今年もね夢がもりもりですね。まあこの中で、つりこう TV で、気になっている買おうかななんて思っているところは、カルカッタのコンクエストね、あとはアンタレス DC はやっぱりなかなか高いものなので、買うか買わないか、寸前までね熟考しようかなと思いますけども、スコーピオン MD はねまあ買おうかななんてそんな感じですかね。で買ったらまた実況動画の方でもねいろいろ、ご紹介していこうかなと思うんですけど、これねカタログこれいいですね。これよく見るとねここに釣り人がいるんですよ。ね。でこの綺麗な海にね、投げている。で、緑砂浜ブルーの海ってね、これこのカタログの表紙いいですね。うん、シマノってねさりげなく入っていて、まあこんな感じでいろいろ見てきましたけども、皆様はどうですか、どれ買っちゃいますかって感じですね。これ見たかったのにっていうところはパラパラパラって言っちゃったよみたいなところもあったかと思うんですけども、まあねちょっと、つらつらと行きましたけども、ここら辺のねカルカッターがいよいよ新しくねパワーアップしてくるっていうことで、まあそうですね最初の頃から使っていて、でコンクエストになってからもね、好きで使っていて、で BFS になってみたり、DC になってみたりしたんですけども、この DC が積んでないこの一番ね大元となるカルカッタシリーズがね、いよいよリニューアルしてくるってところがね一つね気になるんじゃないかなっていう、ここのなんか黒田さんのチャンネルで見たんですけど、ここのほんと気になるかならないかっていうこのガタつきが排除されてる、そんぐらいもうカチッとした感じになってるよみたいなのはね、動画でファ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 って見てきたんですけども、それはちょっと買ってみたいよなっていうところと、あとは昔このカルカッタの50ね買った時のあの感動がまた蘇るのかなって、まあこのなんだろう BFS とかこれの握り心地でね、こんだけ投げ心地よければねこれはもうこれで OK でしょうって思っていたところがさらにねキュッとした握り心地になって、なおかつねここでももうガタつきなんて感じてはいなかったんですけど、よりガタつかない感じになってる、投げ心地も良くなってるってことであれば、これはがぜん1台買ってみたいななんていう、ね、そんな風に思う次第でございます。はい、というわけでね、今年はフィッシングショーがね展示会っていう感じではなかったので、このカタログ頼みね、ここら辺で見ていくしかないんですけども、だいぶねこれ一冊手に入れたことによって2021始まったなーなんていうのがねじわじわと感じられております。はい、ちょっとね気になるリールはね実際に買ってみてさらに追いかけていこうと思いますので、引き続きつりこ TV の方もよろしくお願いいたします。というわけで、本日のつりこ TV はこちら、シマノの2021年のね、総合カタログですね。これが手に入ったので、今年の気になる商品をカタログから見ていってやって、こういった動画でした。はい、つりこ TV でした。また会おうぜ。